はい、こんにちは、ここめです。今回は水性のボールペンを使っていきたいと思います。前回油性のボールペン、最近あまり使用していない油性ボールペンを使ったんですが、今回は、あまりよく最近使っていない水性ボールペンを使っていきたいと思います。そして今回使用するものがこちらの6つのボールペンになっています。では1つずつ紹介していきます。オートのリバティ、伊藤屋オリジナルブランドのカラーチャートのボールペン、パイロットのジュース、パイロットの V コーン、ペンテルのエナージェル、ズブラのスラリ、この6つになっています。まずはこちらのオートのリバティから紹介していきます。まずオートのリバティなんですが、まず見た目から入るとすごく高級感が溢れてますね。こちら1000円になっているんですが、本当に高級感がすごいですね。これは本当びっくりですね。で、今見てもらった通り本当に滑らかに書けます。この見た目も驚いたんですが、滑らかさも本当に驚きました。ちなみになんですが、こちらセラミックボールっていうこうペン先になってるみたいなんですが、これが滑らかさを生んでるみたいです。ただこちらのインクなんですが、会心が300円ぐらいと高くなっています。なのでちょっとコスパ良くないですね。インクのコスパはあんまり良くないです。こちらはグリップが滑るかなって思います。そして高重心ですね。ボールペンであんまり高重心関係ないかなと思ったんですけど、 Amazon レビューを見ていたらやっぱり高重心が気になるっていう方が多かったですね。あとはキャップ式であまり良くないというか、ノック式よりは不便かなと思うんですけど、これまた Amazon なんですけど、 Amazon レビューを見てみたらゴミがくっつくっていうことがないっていう点でいいみたいですね。たまにこうゴミがペン先にくっついてこうなんか変になっちゃう時がたまにありますが、そういう意味でこうキャップ式はいいものになってます。はい、ということでこんな感じですかね。あとは一番大事なことですね。こちらは水性染料インクになっています。水性で、耐水性が優れているのは顔料だと思います。顔料インクですね。多分なんですが顔料イコールゲルインクだと思います。ただこちらのインクなんですが水性染料インクになっています。染料の場合は耐水性があんまり良くないみたいです。多分こちらとは反対だと思いますね。はい、ということで次は伊藤屋限定ブランドのカラーチャートのボールペンになっています。こちら見た目がすごいおしゃれというかかっこいいですよね。かっこいいということでちょっと高くなっています。864円です。そしてこちらなんですが、本当に軽いボールペンになっています。樹脂というかプラスチックかなと思うんですけど、すごい軽いものになってます。そして滑らかに書けます。こんな感じで滑らかですが、ちょっとカリカリとした書き味があるかなって思います。たまにちょっとかすれる時がありますね。でゲルインクになってます。ゲルインク、さっき言ったゲルインク、顔料インクです。インクです。こちらは耐水性に優れています。あとニードルタイプですね。ペン先がニードルタイプ。次はこちらのパイロットのジュースを使っていきます。ただこちらなんですがサンスター文具のものになっています。こちらの柄がついているものはサンスター文具のものみたいです。ただインクはジュースになっているので、滑らかに描けるしデザインも可愛いものになっているので、買い物が使いたい方におすすめです。値段はちょっと、80円ぐらい高くなってきます、普通のジュースより。はい、ということで、こちらなんですが、まずインクは顔料インクになってます。顔料インク耐水性に優れてます。さっきから顔料インクって言ってるんですけど、耐水性を大事にしているっ
ていうのは、やっぱり水性って耐性性が良くなくって油性に比べて劣る部分があるんですけど、それを補ってくれるのが顔料インクになってるんじゃないかなと思います。なので顔料インクの方が好まれますね、多分。サラサも顔料インクになってます。でこちらのジュースなんですが、本当にサラサに似てますね。滑らかさといい、ちょっと見た目も似てる感じがありますね。さっきも言ったんですが、100円とコスパも良くなってます。このかき味でコスパがいいですね。あとはノック式で便利だったり、高級感はないですが気軽に使えますね。ということでこんな感じです。次も行きましょう。次はパイロットの V コーンです。こちらなんですが、こちらはここで買うという購入品で紹介して、ちょっと買った理由がわからないって言ったんですけど、多分なんですがランキングで1位だったかなって思います。こちらはまず水性染料になってます。ということで耐水性はあんまり良くないみたいですね。ただ今見てもらった通り、こちらも滑らかに描けます。滑らか。こちらなんですが、キャップをしても向上心にあんまりならずにいいですね。で軽くてコスパなんですが、100円と安いです。そしてこちらの一番の特徴が直液式です。直液式、こちら初めて出てきたものになってるんですが、最後まで滑らかに描けるようになってます。次はこちらのエナージェルを紹介したいと思います。エナージェルは有名ですね。有名で、もうほんと滑らか、これはもう滑らかですね。速乾性に優れているのが一番の特徴になってますね。速乾性、すぐに乾くということで今は書いてみたんですが、そんなにこうこんな感じで擦ってもこう広がることがないですね。この滑らかさでこの感じはすごいですよね。そう考えるとコスパは300円なんですよね。300円、どうなんでしょうか。ちょっと高みですよね。安いのだと100円で、中くらいのだと200円っていう感じなので、ちょっとが高いかなっていう感じです。であと個人的な感想なんですが、持ちやすいです。ちょっとが太めなので、ちょっと太軸ですね。これが結構いい感じです。でこちら 0.7 っていうこともあって、本当にこうすごい滑らかさがありますね。今まで紹介してきたものは 0.5 ですね。V コーンはちょっと何ミリか分かんないんですけど、その他全部 0.5 になっています。 0.5 だと同じ感じなんですかね。結構滑らか。 0.3 とかもあるみたいですね。 0.3 だとやっぱり掛け味が違くなってくるんじゃないかなと思うんですが、 0.7 はこんな感じになってます。はい、ということで次行きましょう。次行く前にこのノック感個人的に好きです。エナージェルのこのノック感、本当にこう押したくなりますね、何回も。ということで次行きましょう。次はゼブラのスラリンです。特殊なインクになってます。これ最後にした理由が、エマルジョインクっていう特殊なインクになっているもので、結構書き味が他の水性ボールペンと違います。エマルジョインクっていうのは油性プラス水性の書き味を楽しめるボールペンになってます。これ何がいいのかっていうと、油性のしっかりとした書き味と、あとは耐水性がいいんですよね。油性はいいところで、油性はスラスラ滑らかに書けるのがいい点
いい点ということで、いいとこ取りをしてますね。油性のしっかりってした感じはちょっとマイナスに思っちゃう方もいると思うんですけど、耐水性がいいし、あとスラスラ滑らかに描けるっていうのはいいですよね。水性はどうしても滑らかに描けるんですけど水に弱い。まあ、ただ今の油性のボールペンって水性みたいな滑らかな書き味があるので、まあ、そう考えると どっちがいいのかなっていうのはあります。ちょっとインクだまりが気になるかなっていう感じはあります。結構インクが溜まってるところが多いんですよね。ちなみにこちらは300円になってます。こちらもちょっと高めですね。あと結構細めですよね。これ 0.5 なんですけど結構細い。他のものと比べると細いですね。あとは軽かったりノック式っていうことで、まあ、気軽に使えるものになってます。はい、ということでこんな感じで終わりたいと思います。はい、どうでしたでしょうか。こんな感じですね。水性は、どれも滑らかでしたが、耐水性とか他にもいろんな特徴がありました。ぜひ自分に合ったボールペンを探してみてください。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。